ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアソル22エクスペリアウルソル22はソニーモバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI よび沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN よび第3.9世代移動通信システム対応スマートフォンであるソル21の後継機種で SO-02E の兄弟機種 エクスペリア Z、エクスペリア ZL をベースに開発された。ちなみに製品名のウルは英語で究極を意味するアルティメットの等2文字から取られている。エクスペリア Z は主にガラスを使用したボディを使用しているが、本機種ではエクスペリア ZL と同じ樹脂を使用したボディを使用している。バッテリーの取り外しが可能であることやワンセグアンテナが内蔵されていることなどが、 エクスペリア ZZL と異なる。また、裏蓋が外せることから、好みの色の裏蓋に付け替えることも可能である。キャッチコピーは、また一つ究極が近づく。電池パック、ソル22アーは、海外市場向けの、BA-952AU 型番のシールを貼り付けた、ものであり、SO-04E と共通であるが、ドコモで購入したものを使用すると保証対象外と。 なる。なお、au のエクスペリアシリーズ向けの電池パックでは唯一 au 型番が付けられている。pc 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや pc と同じく閲覧不可2013年10月3日のアップデート2015年8月27日のアップデート。ありがとうございます。